パリオリンピック、五輪、柔道、日日、日本時間4日、混合団体戦、決勝、シャンドマルスアリーナ。写真、日本の名案を分けた、デジタル、ルーレット。パリイコール木下淳、第一シードの日本が金メダルを逃した。第二シードの開催国フランスに2大会連続で、決勝で敗れた。 前回21年は自国に迎え撃った東京五輪で一四の乾杯を喫した相手。テディ、コール、国家合唱、大声援の完全アウェイ状態になった敵地で3の3からの代表戦で、デジタルルーレット抽選により、男子100キロ超級5位の斉藤立ち、22イコールジェスグループ、が、同級の金メダリスト、英雄、伝説、怪物テディ・リネール、35、2あぶれ、 涙した。男子の鈴木啓事監督は、国の威信をかけた団体戦でフランスに2大会連続で敗れたことを、屈辱、と表現。取りたかった、4幾差戦勝方式で勝利を、計算していた選手は村を、角田、一ふみ、かけとした。その中で男子66キロ級の2連覇王者、安部一ふみは1階級上の銀メダリスト、ガバニシトウの末、 敗れる誤算があった。高市も過去十一回、戦っている女子六十三キロ級銅メダルのアグベニエヌに敗れた。一方、女子七十八キロ級五位の高山リカが七十八キロ超級で体重九十五キロのリコに勝つ大きな勝利も。向こうも誤算はあったと思うし、お互い様、とした。巡り合わせを踏まえ、最重量級については、ウルフアンもあって自分もそう思ったんですけど、 最後は、律を信じさせてくれ、と起用を決断しました、と指名理由にも言及。しかし、その斉藤が怪物に二度、ぶん投げられ、いい試合はしてくれた、が、結果的にメダルの色が金ではなく銀となった。イネール確定ガチャ、と話題になったルーレット抽選については、これも運命かなと思います。盛り上がるなと思いました、と取材に答えた。